東京・横浜方面から小田原へ帰ってくる方嫌いな言葉に平塚止まり神津止まり本厚木止まりという言葉がありますよね宅建師愛原と申しますこの動画は小田原や不動産の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説します今回は 都内横浜通勤者が恐れる平塚止まり、高津止まり、り津本厚木止まりについて解説します、まあ、小田原は別の動画でですね交通利便性がいい場所ですよ東海道線、まあ、この東海道線は今湘南新宿ラインというのも広がってきまして東京だけじゃなくて 渋谷、池袋、上野なども、ね、行けるような形になりましたこの東海道線、そして小田急線新幹線という形の,この3本のラインが都内方向、横浜方向という形に走っているということですね当然、都内在勤者また在学者はこの電車に乗って通勤・通学をされるという形になるんですね。 当然通常の時間帯、まあ、早朝なんかもそうかもしれませんけど。 普通にまあ電車はまあ途中でホームで待ったりして乗り換えて小田原行きという形になる形なんですけどねただまあ飲み会東京で飲み会があるようなんてケース小田原市民の方も非常に多いまあ都内ぐだったら行こうよ新宿飲み行こうよ品川新橋飲み行こうよなんて形になってという部分があってそこで飲んでくるとなるわけですね夜10時11時ぐらいになってくるとそろそろチラチラ見た時間を見てですね終電の時間を切り にするる形になっっって帰ってて走帰くる、まあ、当年土台の在勤者の場合だと夜勤残業という形でですねお仕事残っちゃってねやっと終わったなんて定期にパーッと走って帰っていって小樽方面の電車でポンと乗るという形になるとは思うんですがそうするとですね東京発で小田原まで着く電車があれば いいんですけどねダイレクトにスーッと小田原到着ってことがあればいいんですけどその電車が小田原到着の手前の駅。 平塚行きだったり神水行きだったりするとですね、まあ、乗り換えて小田原の駅に行かなきゃいけない形寒いホームこれがだんだん冬になって寒いホームでずっとまずさいつだったら電車来んだなんて、ね、寒い中凍えながら次の電車待っていうこともありますでもまだこれならいいんです下手をすると遅い電車になると小田原まで行かないというケースもあるということなんですね同じようなケースが小田急線でもあります 本厚木止まりなんて形になって本厚木の駅で待たされちゃう旗の駅なんかで待たされちゃって次の電車まで来るまでなんて形になっちゃうわけですね。で私ツイッターをですねずっと見ていたらですね津の森 3というのがこれ2つ並んでる方のツイートをね見させていただいて同様に小田,原がね小田原の市民が嫌いな行き先ランキングで平塚泊まり、神津泊まりなんて考えたということはやっぱり小田原の方結構そういう形で思っている方がいらっしゃるんだなと思いましたでちょっとそこに一緒にコメントを 1300RR 大豚ダフラ野菜増し増しと読んでしょうかね、すごいですね、ツイッターもいろんな名前があるんでねもうおじさんついていけないですけどありがとうございます。許可もいただいたただ 名前はしていただいてますけどねやはりこの JR 東日本に殺意を覚えるぐらいの形という部分深海底なんかも取り入れたらどうだなんていう形も言っている部分があるんですね。 で小田原市民の方に関してはこの平塚止まり神津止まり,神津止まりそして本厚木まりという位置関係が分かってくると思うんですけど他のエリアの方ピンと来られない方が結構多いと思います。でこの神津森さんだったり野菜ましましさんなんかが書いてあって確かにそうだなと思うところはです、ね、関西圏でいうとですね大阪から姫路の距離感が東京と 小田原までの距離感とほとんど同じですよという形をしているんですね確かにそうだなとまあ、姫路関西における姫路というところそして関東における小田原という意味合いこれは両方とも非常に実はリンクしているなとこれまた別の時に動画を上げようかなと思ってところなんですね 同じやっぱり首都圏町の中心、まあ、大阪大都会そして東京大江戸大都会から離れた距離感が大体80キロから70キロ前後と非常に近い距離感であるそしてお互い城下町という部分なんですねただ小田原市民の方これ勘違いしちゃいけないことがありますよこういうとですね姫路と小田原同じぐらいだと思います人口が全然ひもじは多いですからね もう2倍倍か3倍多いいと思いますよで何せ小田原城自体がですね小田原城下橋といっても小田原城自体は模造品ですけど向こうは国宝でございますからね。 こうやって上げちゃうと「だろ馬鹿野郎同じぐらいだろうこれ野郎」って怒らいやいやもう姫路と喧嘩しちゃダメですからあっち大都会、まあ、新幹線が止まるなんてね同じ共通項姫路とは当然あるわけですけどいやそういう部分でもまあ距離感的には非常に似ているで神津の森さん自体がねあのコメントを返していただいて本当にありがとうございます。東京と小山栃木 権利なのかな大山市はこの距離感もだいたい80キロという距離感がいでます。大抵こういう距離感のボボというのは普通電車とプラスして快速電車が走るんですね。まあ、小田原と東京の間もいわゆる快速アクティというのが昔。 あったこれ昔あったなんですね快速が走ってたんですね関西圏における新快速と同じも扱いになるわけですけどこれがですね昨今ですね中止になって特急に格上げになったわけですでこれは別の動画でも私上げてありますいわゆるみんな通勤でその電車が走ってくるんで東京 とこの小田原間の,この特急湘南自体という形で、まあ、電車を格上げして料金を上げたわけですね。まあ、初めはじめ昔の,その快速ライナーおはようライナーという通勤用の快速電車座って通えるという電車自体はですねやっぱりその分だけ、まあ、チケットが安いですから特急に比べれば、まあ、そのチケットを買うのに行列して買うなんていうような大人気電車だったんですね、まあ、だから、まあ、特急ににげしたとといいうう形私ささっきのののツイッターの仲間の中に真山さんというね。 女性の方から出せる方かな、まあその方自体もこううコメント書いてありましたけどそういう中見てるとですねやっぱりだんだんこの特急湘南運行し始めて大体半年ぐらいになってるんですけど乗車率も上がってきたなんて言いう方してる、まあ、JR 東日本からするとですねやっぱりそういう部分で集客できてお金儲け万歳入って気持ちがあるとは思うんですけどそうそうさっきの野菜ましましさんみたいに、ね、JR 東日本金儲けの橋ってなんだこれはって意見も実際利用者からしては多いんですね。やっぱ快速、まあ、我々というとアクティブ アクティ号であれば、まあ、普通と同じ料金で8 0まあ通常70分かかる東京前の距離感が10分短縮されて、まあ、より早く行けるという部分のメリットがある、まあ、そうすると、まあ、そっちの方乗っていこうという気持ちになるんですけど今それが廃止になっちゃったどうするそうすると小田原市民の方はですねじゃあどうせ都内に行くんなら小田急線は。 まあ普通電車、まあ、その上の急行電車そしてあの快速急行というこの3段階で電車がありますね快速急行だと通過する駅が非常に多くなりますんでこの電車の運と新宿まではすんなり行けちゃうで、まあ、代々木上原とか海老名とかで乗り換えて都内に行くという方向性もあるので、まあ、そっちにだんだんこう人がシフトしているっていう実情もあるわけですね。そうするとこれは行きの部分に関してはそういうルートになるわけです。 帰りはですね、やっぱり JR 東日本さんそして小田急さんもそうですけど、帰りの車庫、まあ、東海道線の場合、構図の後ろ側が車庫ですんで、構図止まりってしたいわけですね。客を下ろしてそのまま車庫にドーンと入れちゃえって気持ちがありますからね。平塚止まりにしちゃう考え方、JR さんの場合に関しては、やっぱり平塚までが一つの、まあ、はっきり言うと都会のラインで、まあ、そっちからは観光ライン。 って言い方したらあれですけどやっぱりそこまでね電車乗りませんでしょって乗るんだったらあの新幹線っていう電車がねちょっと値段お高いですけど走ってますからそっちに乗ってくださいって気持ちがあるかもしれませんけどねだか,とかく平塚駅のホームで待たされた夜ねって神津駅で次の電車待たされた電車がなくて神戸の駅からタクシーで帰ったとかっていうそういう経験持ってるお楽しみの方って実は結構多いんですよね。 で先ほどに言うとおりもっと小田原からの利便性が高まってくればだって今さっき言った、えー、特急湘南がそういう利便性が高まってきている当然、貝の電車にしたってもそうですねロマンスカーなんかもそうだと思うんですよねなんかやっぱり本厚木すぎると途端に乗降客が減ってくるというような乗ってる人も少なくなってくるというイメージも正直僕なんか感じうるんですけどね今日たまたまロマンスカーで今日帰ってきたんですけど新宿からやっぱり本厚木とか今最近ロマンスカーも伊勢原秦野で止まったりします。そう そこでバサーっとお客さんが降りちゃうと最後小田原直前になったら一つの車両に二人ぐらいしか乗ってねえんじゃないかみたいな感じになっちゃうやっぱそうすると当然ね皆さん小田原市民の気持ちからすればねきっちり小田原まで、ね、東海道線だって小田急線だって言ってくれって言い方するかもしれないですけど、まあ、鉄道会社、まあ、このコロナの影響なんかもあってね収益性考えた場合そこまで走らせたくないんですよなんて感じになっちゃうと、まあ、平塚止まり小津止まり 厚、ね、り止まりって形のものも出てきてしまうっていうのが今の小田原の実情だと思うんですね。でこれから小田原に移民される方ってですね、まあ、小田原辺りだと交通利便性がいいから都内辺りで11時ぐらい前に飲んだっても全然帰れるだろうと思ってると思うんですよね。だけど小田原市民の方都内ですお酒飲まれてる方って大体10時を回るともう大体時計をちらちら乱しますよね。 で特に品川とか新宿あたりで、まあ、あとせいぜい許せて池袋渋谷ぐらいで10時ぐらい次ぐらいまで飲んでるまだ余裕あるかもしれないですねこれが東京とか上野とかあの辺で飲んでる場合だと10時だとちょっとヒヤヒヤですよね正直言うとこれやっぱおだらし民の方は分かっていただける話だと思うんですよ。10時だと えっと東京駅のこの電車のとなんとかいきなり携帯触り出して、えー、っと終電案内小田原終電で時間調べたなんてことでやり始めますよね。大体いい10時が1本の基準ですよね。 もう12時に回っちゃったらもう満喫だって気持ちありますよねそういう感覚とするとねあとはもうサウナでもいいかっていう感じになっちゃう部分でやっぱそれが時間帯むしろまあ東京駅だったら11時過ぎぐらいの新幹線があるからそこがラストかみたいなそういう形も金かかれてるけどしょうがねえかみたいな感じでみんな飲んでるっていうのが。 まあ小田原市民が都内ででお酒を飲む多岐の実情という形になるわけですよねこの今飲むことばっかり、まあ、僕飲むの昔大好きだったんでそういうことを基準で考えるんですけど当然お仕事される方っていうのは余計そうなわけですねもう10時になったら帰ないとシンデレラタイムが10時だからっていってで結実は多いんですよねだそれが小田原と東京の距離感ですだから本当はねもう1時間2時間でもねバブル期なんか遅い時間前に電車出してくれたんでね。 実際僕が20代の頃のバブル期なんて時は都内でも11時過ぎでも飲めましたよね電車がありましたから正直言うと1時ぐらいでもね東京八号の電車が確かあったはずなんでむしろダメだったらブルートレンドで帰ろうとかねそういうねあの裏技みたいな飲み方できたんですよね小田原っていうのはだけど最近やっぱりそういう形もなかなかできなくなりましたから、まあ、難しくなってきたなっていうのが小田原と東京の距離感、まあ、それを表す一つが平塚止まり神津まり本厚木止まり ありではないかなと思ったりもしますというわけでこの不動産噛み砕き解説シリーズは小田原や不動産の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説します、えー、コースの森さんあと野菜まじまじさんそして前山さんすいませんちょっと今日が撮ってなかったの前山さんもねコメントちょっとリツイートか使わせていただいてありがとうございますそういう形でねいろんなコメントを拾いながらですね小田原のこといろいろお話しできればなと思っております宅建師相原ゆうすけでした